か興味があるでしょ、ね、こうしたらいいですか、硬い人がいるんでここに寝るらしいって言うなら、この時にかかまって、かかとがあまり離れてると言ってもらえない。いや、もじゃさんそこまで気にしないです。これは裏いで、この口の手は下投げするよ。で、前で、足は右で、本当はこうやったんですよ。いろいろとすっ飛ばしてこう四方投げするように、こっちは後ろ手は引いて、この開いて前につんのめったところに、前につんのめったところに、もうで、まあ伸ばして、指はとにかく固めとく、こういう形でもほんと違うんで、とにかく上げない感じで、でこの回転と腰のこの回転全部、さらに引っ張るんじゃなくて自分の前足が出るところで、あとはもう転換した後の指がどれだけ速いか、転換して、その足、はい、もう手の指に入る、これも同じです、同じです。ここから開いて、これ、これ、さっきと一緒。引っ張るのは自分の体重を前に出すのを相手の重さ使って出す。で、かかとから、まあ、転換したとして、こう最初のうちはもうこうやってからいいです。本当は全部一挙でやってほしいけど、手を回してからこういうです。切って、これぐらいもう柔道だってやってもいいです。ですで、かかとから入れて、バッとわちゃわちゃやっていい加減になるぐらいになったら、ブレイクダウンしてもいいんで、1、2、3ってやってもいいです。はい。